それに勝って、東洋のこの前買ったオーストラリア人ですか、東洋の前哨戦になるんではないかな。これが東洋の前哨戦になるのであれば、まあ、しっかり、他のボクシングの選手であったり関係者から文句の言われないような勝ち方をして逃げること、逃げることが4位にいるので、勝ってこい。授業と実験と、っていう風な感じで、まあそれ終わってからジム来て